はい、1点返してからはもう盛り上がり方もまさに違うんですけれどもね、こちらの応援席には富山からですねキャプテン柳沢選手のお父さん正幸さんとお姉さんの美希さんがいらしているんです。お父さん1点返しましたね。はい、ありがとうございます。静岡県で互角に戦ってますんで、この後も後半も頑張ってほしいです。そうですよね。でももう一つやっぱりお父さん見たいものといえばやっぱり子供のゴールが見たいです。やっぱりこれ最後の年ですしね。はい、ありがとうございます。頑張ってほしいです。でも柳沢選手には強い味方がいるんですよね、お姉さん。はい、一昨年来た時は勝てなかったんで、今年はぜひお母さんに見せてあげたいです、勝ったところ。まあ一昨年ね、脳腫瘍でお母さん亡くされたんですけれども、今日はここに家を持ってきてくださいましてね、強い味方もついています。こちら静岡学園の応援団にはちょっと数では負けますが、力強さはこちら負けていませんよ。はい、